川口智広は TBS テレビで放送されている番組サスケの有力選手。サスケ新世代の一人にも数えられる。かつては食品配送やコンクリートミキサー車のドライバーをしていた。東京都世田谷区出身、神奈川県川崎市在住。身長178センチメートル、体重70キログラム。現在は知人らとクライミングシューズメーカーの 株式会社 PER アドラを起業し、同社取締役となっている。第20回大会第24回大会、第20回大会の予選に参加したが、3回戦で敗退したので、本大会には出場できなかった。第21回大会に、予選会、サスケトライアル2008を2通過し、初出場。同大会では、ファーストハーフパイプアタックで着地後、 バランスを崩し横にコースアウトする形で転落し、リタイア。第22回大会は予選会を再び突破し出場。ファーストスライダージャンプでネットに飛び移る際にネットを掴みきれずリタイア。第23回は欠場。第24回はファーストを16.10秒残しで自身初のクリア。同大会で最初のファーストクリアものとなる。セカンドでは、 南ンサーモンラダーを経験と突破したが、アンステーブルブリッジの着地の際に上半身に重心が残った状態で進もうとしてしまったため、後方にバランスを崩し落下。第25回大会第29回大会。第25回は、ファーストサークルスライダーでリタイア。第26回は欠場。第27回は、ファーストローリングエスカルゴでリタイア。第28回は欠場。 会場には来ていた。第29回は予選会に出場するも予選落ちし、本大会には出場できなかった。第30回大会前日の漆原の推奨もあって念願が叶って約3年不利の出場。ファーストを約4年6ヶ月ぶりにクリアして、続くセカンドも勢いに乗り、自身初のクリアを果たす。サードでは、 ドラムホッパーでバランスを崩す場面が見られたが立て直し、クレイジークリフハンガー二人目の成功者となる。さらに前回、森本雄介が屈したパイプスライダーを模型し、勢いそのままに2012年のリニューアル後初かつ、サード初挑戦でのクリアとなる。本人もいけるとは思っていなかったようで、思わずゴールについた直後に、行けたよ。と叫び、後に続く、新世代組の仲間たちに、 いけるってこと証明したからと涙を見せながら激励の言葉をかけた。ファイナルではスパイダークライムで足が滑り大幅にタイムロス。綱登りまではたどり着いたものの残り8メートルほど残した状態でタイムアップとなった。また本人はこの大会のファイナルステージをボーナスステージとして捉えてしまったことが完全制覇を逃した原因であると 翌大会の VTR で振り返っていた。第31回大会第33回大会第31回は前回の活躍もあってゼッケンは97と大躍進。ファーストそり立つ壁を一度失敗する場面も見られたが他は盤石のパフォーマンスを見せる。川口の後にファーストに挑んだ挑戦者3人が全員そり立つ壁でリタイアしてしまったため。 セカンドの時点で、すでに最後の挑戦者となったが、ここでも一切無駄のない攻略を見せサードへと駒を進めた。サードでは前回クリアした、クレイジークリフハンガーの飛び移りで、右手の位置が合わずまさかのリタイア。競技後のインタビューでは、重かったです。最終競技者は、まだまだそのような器ではなかったということだと思います。と振り返った。第32回は、前回同様、 ゼッケン97番で出場。川口の番まで回ってきた時点で、長崎春優を除く大半の新世代組が、ファーストステージリタイアという絶望的状況の中、ターザンロープで少し危ない場面があったものの、2位のタイムの20.65秒残しという好成績で、ファーストステージをクリア。クリア後のインタビューでは、散っていった仲間たちの分まで頑張りたいです。 本当はみんなで一緒に次のステージに行きたかったですと言葉を詰まらせながら語った。続くセカンドステージも突破するものの、その際に最終エリアのウォールリフティングの3枚目を足に落としたことによって足の甲を負傷。さらに運の悪いことにサードステージで川口の前の挑戦者、ラギバルのスタート前に雨が降り始め、 サードステージは悪天候という最悪なコンディションでの挑戦となった。第2エリアのフライングバーでは、バーを乗せるさらにタオルがかけられ、雨の影響から配慮された環境で挑むも、濡れたバーが体を振った反動で動いてしまい、飛距離が出ず、1回目の飛び移りに失敗、バーごと落水した。放送後、自身のインスタグラムにて、雨の中での挑戦となったことについて、 何も不満はありませんと語っている。第33回は、自身初となるゼッケン99番で出場。ファーストステージ第4エリアのフィッシュボールまで好調なテンポで突破し、最速タイムの期待が高まるも、それに関わりすぎたためか、続く第5エリアダプルペンダラムで、あまり反動をつけずに一度の勢いで飛び移ろうとした。結果サンドバッグからずり落ちてしまい、5年半ぶりの ファーストリタイアとなった。本人も過信をしていました。前の大会で1回で行けていたので、距離感は合っているように見えましたと語り、本人も想定外のリタイアであったことを明かした。時間の余裕があったのにもかかわらず、先を急ぎすぎたことについて、解説の長野誠からは、そんなに慌てなくても時間はあるので、もう1回くらいは振った方が良かったんですけどね。 あんなバカなことするなって言いたいんですけどね、特言を、提されていた。第34回大会第38回大会、第34回では、自身初のゼッケン98番で出場。ファーストでは前回失敗した、ダブルペンダラムも問題なく突破しクリア。セカンドも警告音を鳴らしながらも突破。第32回以来となる、サード進出となる。しかし、 川口のスタート前に小雨が降り始め、一時中断。雨はやんだが、念のためセットに屋根をかけてのスタートとなる。地震初のウルトラクレイジークリフハンガーまでたどり着き、1本目から2本目の飛び移りには成功したものの、3本目の飛び移りで突起をつかみきれず落下となった。第35回では、地震2度目のゼッケン99番で出場。また、 この回から転職した自身のクライミングシューズメーカーの T シャツを着て競技を行うようになり、ファーストクリアの際にはその T シャツを指を指してアピールするジェスチャーを行うようになった。ファーストは校長でクリアしたものの、セカンドのバックストリームで水を飲んで流されてしまい、一時は前に進むのを止め諦めかけるも、前回の悔しさや他の新世代組の励まし、そして日置の 諦めんなよ。行け。という劇を飛ばされ再度奮起し、残り0.18秒で、ギリギリのクリアとなった。クリア後には常実の火を置きから、バカ野郎。あいつ諦めそうになってた特言を呈されていた。サードでは前回リタイアした、ウルトラクレイジークリフハンガーをクリアするも、バーティカルリミットの1段目から2段目に移動する際に、掴み損ね落下。 第36回もゼッケン99番で出場。ファースト、セカンドともに目立ったパフォーマンスこそないものの手堅く突破した。サードではサイドワインダーで爪が割れてしまうアクシデントが発生。その後プラネットブリッジを越えるも、ウルトラクレイジークリフハンガーの1回目の跳躍で、同大会唯一の落下となった。第37回も、前回同様ゼッケン99番で登場。 ファーストステージでタックルまでは順調なペースで進んできたものの極度の緊張により酸欠を起こし反り立つ壁で足が動かずタイムアップ。4大会ぶりのファーストステージリタイアとなる。第38回大会では長野誠や山田勝美が電撃復帰を果たしたことや漆原に99番を譲ったこともあり。 自身として初めて、さらに番組の常連出場者となってから初めて97番よりも、下の絶景となる96番の絶景を背負って、出場した。同大会では、前回大会と同様、タックルまでは安定したパフォーマンスで進んだが、本人曰く、そり立つ壁を見た瞬間に、前回の悪い記憶が、フラッシュバックのように蘇ってきてしまいましたと、語ったように、 再び極度の緊張に襲われ、二度挑戦するも、登れずにタイムアップ。競技後のリタイアインタビューでは、今まで見たそり立つ、壁の中で一番高く見えましたと語った。また、自身の YouTube にアップロードした動画の中において、初めて完全制覇以外での引退を検討している、ことも明らかにしている。専用の BGM がテーマソングとして存在する。 h t t p s e n l i f e j p スラッシュアーティクルスラッシュ120ありがとうございます。